お母さん、ありがとう。増田さとし。お母さん、僕のお母さんはいつもニコニコ。元気なお母さん。僕のお母さんはいつも優しいけれど、時々怒って怖い時もある。いつも勉強をさせてくれる。遊ぶ時には一生懸命遊んできなさいと言ってくれるし、いつも5時まで遊ばせてくれる。なぜ怒ったりするのかなって思っていたら、僕が可愛いからと僕は思うんです。だから怒ったりするんだな。僕はそんないいお母さんに元気で長生きしてね。